どうもー、ジです。本日もね、マリオカート8デラックスゲーム実況やっていきたいと思います。前々回キノコカップね、前回フラワーカップ、今回スターカップ。ちょっと前回のね、このフラワーカップね、どっかちょっと覚えてないんだけどね、1位取れなかった場所があったんだけど、今回もね、あるんですよね。エレクトロドリームね。この3コース目にあるエレクトロドリームっていうの、確かここでね、1位取れてなかったんで、今回、ここのリベンジもね、含めてね、ちょっとやっていこうと思います。最初の1個目はね、サンシャイン空港か。サンシャイン空港ね。シャンシャイン空港じゃない、ね。ちょっとね、噛みそうになる。さあ、最初ね、アイテム次第だね、やっぱり。気持ちで結構変わっていくから。兵法は。っていうか、俺はね。あ、やべ。ちょっと、押すの遅かった。いや、まあ大丈夫、大丈夫。さあアイテム来いよ、いいの来いよ。あー、まだね、まだバナナの缶単品ならいいんだけど、捨てる。あー、アイテムを手に入れてない。ちょっと待って、アイテムくれよ。あれ、これアイテム、あ、まだあった。あ、また拾ってない、マジかよ。そう、アイテム、よし、いいよ。コインね。まあ今1位だからしょうがないか。コインに座がっちゃうからね。ここで甲羅手に入ってればいいかな。来た。来たよ、緑甲羅。いいよ、緑甲羅と。もうね、兵法のテンションも変わるよ。あ、あ、あ、え、すごえ、何今の連続コンボ食らったぞ。え、今自分でも分かんない。え、どういうこと。え、何が来てんの。んで、え、なんだ。なんか気づかない間に3連発ぐらい攻撃を食らった気がする。悔しい。あ、けど1だ。よしよし、 OKOK。 いて、あー、結構先生になっちゃった。なんだかんだ結構余裕だと思ってた自分をね、怒ってやりたいよこれ。さっきの何だったんだろうね。また起きたらやだな。あんなんそうそうないだろうけどね。何連発食らったよ、死ぬよ。兵法じゃなかったら死んでるよ今の。よし、 OK。 よし、なんかさっきのトゲ食らって、トゲ刺されて、なんか落雷食らってみたい なスペシャルコンボみたいなの食らった気がするけど、いやけど、まあなんとか1取りました。じゃあ次ね、次なんだろう、ドルフィン岬かな。うん、ドルフィン岬。よし、いきなり水の中で苦しいけど、いやせめてさ、まあ岬だからしょうがないけど、せめて最初ぐらいはね、陸地でいてほしかったかなって思うな。あ、コイン、はい、コインか。ちょっと兵庫、ちょっと不服だよね。ここで緑コーラ手に入ったら交換するんだけど。おー、コイン、あー、川ね。まあ、川なら。あ、やべ、ミスった。いて。あー、ドリフトミスったね。川、なんかパックフラワーいるけど、あれ持ち物じゃないよね絶対。絶対持ち物じゃないよ。使っちゃいけない類のやつだよ、珍しく。なくならないからな。もうこのままだと雷落ちてこない限りはバナの川固定になってしまう。まあいいかな、もう。あ、ここで当たると勘弁。ああ、うわ。マジか。なんだよ今の。届きそうで届かなかったな。いや、今の届いてもよかったでしょ。くそー。
今の届いたりが届いてなかったら結構違かったかもしれないのに。あ、またあ、危ねえ。よし、いいよ、いいよ、調子いいよ。あれだな、飛んでる時の赤コーラが一番やばいな。そのまま、あの、当たるだけならまだしてもね、そのまま落ちちゃうからさ。あー、ちょっと、よし、OK。 あっぶねえ、いた。いやけど今の赤コーラが早めに当たってたらって思うとちょっとビクビクするね。まあけど、とりあえずなんとかまた取れました。さあ、次だよ。次がね、自分の中の大本命ね、エレクトロドリーム。いやー、どうして取れなかったとかそういうのはちょっと覚えてないんだけどね。まあなんか苦戦してたんでしょうね、どっかで。だけどあの時とは違うと思う。フラワーカップとかね、キノコカップ通じてね、兵法も成長してるから。とりあえずアイテム、あー、またいらないんだよな。いやー、アイテムない状態のスタート、これは厳しい。来た、赤コーラ。まあ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 、いいよ。緑ではないけど、まあ、あ、あ、緑コーラある。いやー、けどこのアイテムな。いや、まあこのまま行こう。このまま3段食らっちゃうときは両方落ちちゃうよね。あー、赤コーラ。本当はね、後ろにつけたりすればね、操作できるんだろうけど。あ、なんかあいつも宅配してる。何あれ、いや、何あれ、なんか震えてたよ。あんな持ったことあったっけ。持ちたいな、あれ。まあいいよ、赤コーラで満足しよう。今んとこ1だし。あのパックフラはノリノリだからか。あれか、結構近づいても食ってこないのか。ありがたいわ。いいよ、いいよ、いいよ。周りに敵はいない。いいんじゃない、これ。結構いい感じだと思うよ、これ。あとは落ちさえしなきゃね。こういうステージはやっぱね、落ちるのが怖い。インコースギリギリ。よし、オッケー。さあ、ラストスパート。ここでドリフト確保決める。オッケー、よっしゃ。オッケーオッケー、黒いった。なんかね、やっぱああいうのをね、まあゴール後だからいいんだけどね、ゴール前に食らうの怖いなと思う。あ、けど今回あれだったら土下座とか食らってなかった気がするね。次、最後、まあここまでもう今のリベンジできたし、ここまで来たらね、やっぱ全部1位取りたい。バリオスノーマウンテン。いや、なんか雪山って滑りやすいイメージだけど、どうなんだろう。高所からのスタート。アイテムが欲しい。なんかいいの来いよ。コインか、コインか。あー、滑るな。やっぱ滑る気がする。ここ滑るよ。すんげー滑る。ツルツルだよ、おっと。あああれ初落下じゃない、なんだかんだ。マジか、落ちちゃったか。あ、けど落ちたけどなんとかなりそう。コインだけど、アイテムコインだけど。ここで飛んで、あそこで飛ぶ。よし、飛ぶ。オッケー。ああ、触覚はきつい。加速したい、ここで加速したい。やっぱ加速してなんぼの車使ってるからな。うわあ、迷いそうになる、ここ。いいんじゃない。あもう雷、ほんとあいつ。アイテムないよ。このままじゃまずいんじゃないの。誰も抜いてこない、抜いてこない。オッケーオッケー、抜いてこないよ。あ、来てる来てる。緑コーラ力貸してくれ。緑コーラにかかってる、これは。
来い、行け行け、よし来た来た、うおすごい、今最後キングテレサと白熱した戦いした気がする。来た、1位全部取りましたよ。いや今回一番なんか緊張したんじゃないかな。すごいなんかだってコントローラーすごい今なんか汗ばんでもいやーけど勝ってよかったな。なんとか全部1位リベンジできましたよ。あそこもエレクトロドリームね、なんだかんだてかもうどん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 コースやっぱ進むにつれて苦しくなってる気がする。星3つ、新しいパーツ、はい、いやーよかった、いやほんと嬉しい、ほんと嬉しかった。次なんだ、一応次の交差確認しましょうか。新しい変なの、変な車、車かこれ。いやもうこれ一筋。次がスペシャルカップね。空港とかさ、山とかからもう城とかさ、なんかスカイガーデン、なんか空の国みたいなとことかさ、ちょっと結構一気になんていうの、コース自体の規模が大きくなった気がするけどちょっと次ね、なんかもっとより過激ななんていうのレースになりそうな気がする。じゃあ今回はねここまでにしようと思います。また見てください。バイバイ。